5時に起きてランニングをしている、陸上部みたい。僕はプロボクサーです、はじめまして。山越えで7キロくらい走ろうと思います。ランニングには諸説あるけど全身への良質な刺激になるので私は取り入れています、特に坂。終了、あんまり汗が出なかった、代謝が落ちているので食事の量を増やしていかないといけない、肺活量はいい感じランニングを BGM はももクロ自分の曲。朝のリラックスタイム、父を誘って朝ごはん。ウォーリーを探せ。 酒飲まないコーヒーマニア今日は芸者豆標高の高い山で採れたものは酸味があるらしい帰宅して栄養補給油の代わりに天然豚ラードを使う卵は4つ内臓の中を潤滑にするために天然の脂質は必要塩も科学的に作った白い粉ではなく海から採れた天然のもの午前はウエイトトレーニングへ中は撮影禁止なのでまた後ほど、えー、今練習を終えました いいトレーニングができましたよの部位ではなく全身運動を中心に行いましたメインディッシュはスクワットですが普通のスクワットとは違います体の使い方を改革する方法ですトップアスリートに支持されているクアトロコアトレーニング気になる方は東京白金にある JPEG に通ってみてください1日の大半はカフェにいますお酒を飲まないので夜もカフェにいることが多いです基本的にはブラックコーヒーを飲みますがお腹が空いてる時はラテを飲みますカフェでは目標の設定や軌道修正ビデオ検証やリサーチに時間を使っています ビジネスとボクシングの境目もなく全てはライフワークとして取り組んでいます。地域のつながりも大切なコミュニケーションです。カフェではたくさん友達ができました。さあ、ジムワークの時間です。サウスポーからオーソドックスへ異例のコンバートをします。大半の時間は鏡の前でフォームチェック。前回の試合ではガードが下がって大きなダメージをもらってしまいました。拳のポジションが正しいルートを通るように改善をしていきます。 拳が正しい軌道を通っているか反対の手のガードがずれていない価格が上がっていないか手は伸びているか速の加速は十分か重心は、などチェックポイントがいくつもあります。鏡の前でできるようになったらサンドバッグでも同様に、そして体陣でも同様にできる必要がありますがまだまだです。会長から手首の角度が小指の方に傾いている、それがパンチの軌道に悪い影響を与えているという指摘を受けました早速改善したところ抱えていた違和感が一つなくなりました。ありがとうございます。左右が入れ替わったので使う筋肉が逆になりました。せっかく一年間鍛えた筋持久力も振り出しに戻ります。特に体感から繋がる下半身の課題です。 リング上で3分間動き回るフットワークのトレーニングが追加されましたオーソドックスに転向した一番の目的はナチュラルパワーとナチュラルバランスです例えばプロ野球のピッチャーでも逆の手で速い球を投げることはできないボクシングのパンチも同じですサウスポーの優位性ファイトスタイルを失うことになりますが自分の本来持った身体能力で戦うことに決めましたあ、言うの忘れてたけど僕右利きです さあ会長とミッドの時間です。ジャブの練習です。蹴り足の位置をマークしステップインステップバックの後に自分がどの位置にいるかを把握していきます。とても難しい。サウスポーならできていたことが全くできません。今オーソドックスでプロテストを受けても受からないでしょう。全くの素人からやり直しです。でもこのプロセスは一度通ってきました。大丈夫です。 僕の通う北ジムは福岡市内都心部と真ん中の役員にあります。福岡県内で一番新しく高リッチで広い。このようにマンツーマンでしっかりと指導の時間を取ってくれています。会長は定見事務で名を馳せた北島会長。さっき奥でスマホをいじっていた人です。サボってたわけではありません。僕の新しいヘッドギアとグローブをメーカーに注文してくれていたのです。僕のテーマカラーであるイエローブルーゴールドでオーダーメイドした。届くの楽しみ。練習終わり、友達と夜ご飯に一食後のコーヒー。友達と遊ぶのがルーティンです。みんなそれぞれの世界で楽しんでいたり戦っている。彼は高校の同級生。美容室のオーナーだ。 東京の恵比寿でカリスマ美容師として人気者になった後福岡に戻ってきて役員に開業した。おはよう今日は筋肉痛がひどいのでリカバリーです。まずは体重を測ってシャワーを浴びます。友達の作ったアパレルブランドを着る、水球選手の荒井し。7 6 3キロ昨日と同じ食べる量を少しずつ増やしているのでこれは減量に成功している証拠です。頭の中で胃の中身を除いた重さを把握しています。今日はフルーツジュースを作ります。フルーツはかなりの量を食べています。うん、うまい。 サプリメント選びも熱心に言っています。ネームバリューに流されず良いものを選ばないといけません。特に内臓を整えることに気をつけています。トレーニングからの回復は最重要課題です。乳酸菌1.3兆個計測。NMN これらは生産者と直接やり取りをして決めました。睡眠も1日9時間は寝ます。新しいプロテインが届いたので試してみます。こちらも生産者とやり取りして良さそうだったので試してみることにしました WPI。ろ化する回数が通常より多く消化されやすい日本酒こす回数みたいなもの。溶けやすさでこれが WPI であることはすぐにわかりました。身体のコンディション、内臓への負担、体重の変化などを観察していくこととします。 これはラムの骨から出たコラーゲンの塊です。非売品ですが出してくれます。ここは世界一のカレーやザイカ。オーナーシェフ。アリさんは世界一の健康オタクで60歳を超えても格闘家のようなパワーで元気です。アリさんは食材に妥協を許さない。このラムカレーは2500円します。一般的なランチより高いですが、このクオリティは一般的ではない。他のことにお金を使うなら僕はこのアメージングなランチにお金を使います。午後になりましたが胃の中にプロテインの嫌な感じは残らなかったいい消化でした。ここは初動負荷トレーニングのスタジオです。このマシンを血流を良くすることに使い疲労の回復を早めます。追い込むことが目的ではありません。全身を満遍なく行います 身体が楽になりました。ジムに移動します。ジムといっても今日はケアです。ジムの2階はメンテナンススタジオとなっています。全身の血流を良くするボディマッサージと顔の張りを行います。手術師の小松さんの腕は確かです。顔面骨折りから1ヶ月経ちますが顔に溜まった血が滞流しているように感じます。これらを針と電流で流します。良いリカバリーができました。応援いただいている皆様ありがとうございます。金之助ザファイターでした。ではごきげんよう。